今現状、お肉、はい、飲み物、はい、スイーツをかけてやってきててスイーツだけ取っていこうと思います我々。おー、女子会じゃねえんだよ。いやいや、もう前回のエンディングでもそうおっしゃってましたけども。言ってた言ってましたよ。トゲあるな。いや、お前、まあ、前回と同じことを、まあ、今回のオープニングでおっしゃってるわけですけども。いや、まあ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 、確かに言ってました。はい、いや、しゃあないですよ。何度聞いてもやっぱそうなんだよね。いや、まあ、確かに確かに、はい、スイーツしかないですよ、女子会じゃん。いや、まあそうなんですよ。で、まあ多分それで、それは多分スイーツパラダイス行きゃいいんちゃうか、ハハハで前回終わってるんですよ。あ、スイーツパラダイスまで言ってましたね。そう、スイーツパラダイス、それ何みたいなもんなってました。でも同じこと言ってます。え、ギョタクさんタイムリープかなんかされてます。ホムラちゃんみたいな感じで何回もやり直してて。何すかスイーツパラダイス。いや、まあそこ聞いてきます。あの、はい、スイーツのバイキングのお店です。はい、京都にあるんですけど、京都にあるんですよ。あ、京都に、まあ、大阪もちょっとあれ京都だけなんよ。いや、大阪もあったと思う。こっちないんですね、スイーツパラダイス。じゃあそこ行けじゃん。いや、だからそれを前回言ってやったよ。何でも言わせたよ。